かまかれるのはこっちなんか施設の方に入ってくるとかで、ね、さあこの先しばらくいきなりです。出ないと無理でしょこれ。なんか後ろの車はフラストレーションが止まっとるかもしれないけど、全然鳴りやんじゃんか、全然スピード出しやし。まっすぐ行けなさそうやな、ちょっと分かんないと。あ、車は無理ってなってるから、勝つまでやりましょう、はい、最初はグー、じゃんけん、パー、あ、じゃあ俺が勝ったからこっちだ、うん、まあやばいね方向としては、うん、あの一貫してるから大丈夫、大丈夫じゃないか。いや、もしさ、あの同じところぐるぐる回り出す方が面白くないと。それはそれで、何やってんだっていう、あれがあるかもしれないよ。わかんねえ、マジ出そうってもあるし、町田商店あるね。いやすごいね。あの町田商店を見ても今全く食べる気はこれ。さすがにあのサンタも食ったからね。でもちゃんとね、ラーメン屋がある町っていうことはわかるから、うん。そうだね。1.8 キロ先まで行けばあるらしいから。それかも何もなくなってくる方が怖いな。うん。ガム持ってたんで。おう。マスカット味食べます。あ、俺は遠慮しとこうかな。あ、いや、やっぱ食うわ。はいはい。言うてやっぱニンニクが、あそこでもさっき追いニンニクしちゃったからな。うん、ただいよいよガムを噛み始めると、動画としてどうなるの？おっさん二人がガムをくちゃくちゃしながらやるって何なんだろうね。くっちゃくっちゃ言うと思う。うん、やめてきましょう。あ、吉野家も出てきた。おお、ずっとあるじゃん、いろいろ。うん、あ、止まるから一応やっとく。あ、はい。勝ち、あ、俺勝ち、アイコはまっすぐにしよう。はい。はい、じゃあ最初はグー、じゃんけん、パー。勝ったね。あ、勝っちゃいましたね。え、何ここ、あ、なんかオープン控えてるんだね、なんか赤白の。そうだね、うん、新しくできるって感じだね。イケベにできるらしいですよ、はい。まあ、動画が上がる頃には多分オープンに得意しとるそうですよ。さ、すごいね、吉野家の隣にファミマができて、もう都会やん、シティやね。天理王子線、天理から王子に抜けてくるんだね。王子か、なんか JR の王子駅って、うん、あの市ではなく町にある駅としてはなんか全国一の利用者数のところらしいです、ターミナル駅として。 JR の駅が、うん、あの3駅合わせてじゃなくて、あと近鉄も合わせてね、合わせてか、うん、だったら駅だろうね、でかいからね、あそこは。近鉄も乗降扱いになるからね、その先に行こうと思ったら、うん、でもその近鉄の中2路線は繋がってないというね。そう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 、分断されてるからね、あれは面白いよ。やっとく？はい、最初はグー、じゃんけん、パー。あぶねー、勝ったから、まあ右折大、これ右折大丈夫か。まあ行ってみましょう。あのファミマはさ、新しくできたらきっと困るんだろうね、うん、おいおいおい、客取られんぞって、ね、フランチャイズのオーナーさんが別やったら大変やで。
えでもこんなあんだけ販売するやん大丈夫でしょ。いやこの地域やったらこの距離やと多分影響あるよ。うん、いうことでこの辺結構人口増加エリアじゃない。増加エリアではあるけどね。なんかあのね、なんだっけ、あの甲子橋っていうのね、あの子が読み方知らんけど甲子橋、甲子橋、柏、あ、柏か、うん、柏か、うん、あれかなんかね、あの人口増加率日本一になったことらしいし、うん、まっすぐは文字っぽいね。ですな。ちょっともう、もう左曲がるね。あ、そうだね、それからいい。右も怪しい。右も怪しいよね。あ、こう通り抜けできませんって書いてあるわ。あ、住宅地だ。住宅地だってこれ。多分住宅地だね、本当に。たら時間あるのかな。怪しいな。あ、いや袋小路の住宅街みたいな、ね、パターンあるよね、あるからね。交差点出てきたけど、あ、ちょっとまっすぐ行くわ。うん、もう住宅街の中の幹線道路って感じだったよね。ここが住宅街のメインなところですよね。東側はあの何々商店、西側は何々商の工区の境目ですみたいな、笹川みたいな、西笹と東笹みたいな。なんかね、普通につながってはいる。つながってはいるね。袋小路には必ず住んだっぽいね。点滅なんだね。点滅ばっかしやな。なんでこんなに点滅が多いの。まあ住宅地だからですよ。まだそんな12時回ってないもんね。12時回ると増えるけどね、点滅信号。あ、でもね、12時前でも点滅を4日間でなんかどっかあった気がする。あれ、どっかあるの。しばらくまっすぐ、まっすぐで行けば、はい、あ、県道のマーク出てるからまっすぐで行けそう。コサロだね。コサロだね。この沢はどうやって出入りするだろうね。信号か。どうだろう。いいの、これでいいの。読めなかった。あ、でもセブンもケース電気も出てきた。なんか変わった色合いだね、あのケース電気。白地だ。うん、白地抜き。なんかロゴも違って見える。なんか違って見えるね、そのケース。うん、でかいね。なんかいろいろ入ってるから、ね、どんどんどん入ってた。ドンキで休みだ。企画開始早々にまず眠いっていうもの。やべえ。がっつり肌が膨れてるからね、今ね、いい感じに寝れるんだよ。途中に満喫とかあったら、今度も休みで入ります。はい、あ、ディオがある。おう、これラムーの系列のとこだよね。そうだね。へえ、ちゃんとあのパクパクもあります。あるわ。うん、それはラムーと変わらん感じやね。一回入ってみる。そうだね。ちょっと腰を伸ばして。24時間以上です、はい、これちょっと国を取って結構時間取っちゃう。いや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 、まあ、そこちょっと、あの、そもそもあのラムーンの曲の代わりに何が流れてんだろうね。いつも笑顔でいてねって流れるやん。でもあれ、ね、
その方が正しいラムやん。あ、絶対ラムにはならんやん。ならんね。気になるやん。うん、確かにうちゃんのはずのね、あ、ラムしか知らんから。そう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 。じゃあ行ってみましょう。はい、じゃあ。